ハザスリベロです。今回はですね、ハイキューのアニメですね、1月10日に、1話が放送されました。ハイキューの第4期、トゥーザトップの感想とかですね、漫画との比較をお話ししていきたいと思います。この動画はですね、ネタバレ少々出てきますのでご注意くださいませ。そして次回のですね、第2話についてはネタバレなしでお送りしていきます。第1話の話だけですね、行っていきます。まずですね、鵜飼コーチが募金のね、電話をしているシーンがありましたけど、実はですね、ここ田中のお姉ちゃん、カラスの食堂ねとか、島田マートさんも募金活動頑張ってくれてました。ここ漫画ではね描かれたんですけど、アニメではちょっとカットになっちゃったということでご紹介させていただきます。あと身長測った後ですね、みんなで食べるシーンがありましたけど、その時漫画ではね体育館でした。アニメではね廊下で話してたんですけど、沢村キャプテンもね、お前らはしゃぐなみたいな感じで怒りよったですけど、アニメでは漫画ではね、俺は1ミリ縮んだみたいな感じでなんか悲しんでました。でですね、漫画ではですね、全員のねジャンプの高さとか身長とかのプロフィールがこうドーンと1ページに載っておりますので、興味がある方は見ていただけたらと思います。あとですね、武田先生に月島が選ばれたことを告げられるシーンですね。あそこで沢村とね月島がこう睨み合うところなかったですね。で、合宿前日にね、居残りで影山と日向が練習しているところ、アニメではね、田中の明日から合宿だってのにみたいなのがこう付け足されてましたね。ああいう漫画ではああいうセリフなかったですもんね。で、 CM に行く前ですよ、サーブで角狙うみたいなのが定番やったじゃないですか。あれなくなっとったっすね。なんかひなガラスみたいになっとったっすね。あれ好きやったんやけど、まあまあひなガラスのもまあまあって感じですかね。あと影山とサクサが出会うとこね、そこで漫画ではね言ってなかったんですけど、影山がねサクサのことを心の中でこいつって言ってましたね。あれちょっと笑いそうになった。なんかこいつを間近で見れるんかみたいなこいつとは言ってなかったけど漫画ではね。で、最後ですね、日向と影山のザって言って背中が見えるところ、あそこかっこいいけ好きなんですけど、なかったっすかね。なかったっすね、そこ。そこでね、今回1話終わるかなとか思ったんですよ、こう見ながらね。あ、ここまでやるんかなみたいな思いよったんですけど、鷲城監督と日向が睨み合って終わりましたね、最後。漫画ではね、日向目合わせてなかったですけどね。まあ来週ね、そのザっていうのあることをね、ちょっと期待してます。で、今回ですね、日向が全く、何にも選ばれずに、自ら練習にね、参加して、ボール拾いすることをね、宣言したところまで、ありましたけども、次回ね、その日向がボール拾いで得るものがあるのかとか、楽しんでいただけたらと思います。次回のね、次回予告で題名言ってましたけど、迷子って書いてましたけども、それもまあ内容のヒントになるかなと思いますので、ぜひね、2話目も見ていただけたらと思います。またですね、2話の後、感想、また比較のね動画上げようと思ってますので、ぜひ見てください。あとですね、最新話の考察とかその他の考察も行ってますので、よろしくお願いします。ということで本日もあざした。